ビデオカメラのデータ復旧を行いました。静岡県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはキャノン、アイビス、HFR21。 操作を誤って本体内蔵メモリのデータをすべて消してしまったという状況です。データ復旧処理を行い、8時間52分の動画データの復元に成功しました。